또 아침까지 난장판? 아줌마, 시끄러워. 우리 동갑인 줄 알았는데 내가 아줌마면 당신 아저씨인가? 있으니까 나가서 술 깨는 약이라도 좀 사와. 안타깝지만 그럴 시간 없어요. 일하셔야죠. 이번 주부터 일본에서 내려전이 열린다고요. 그런 건 네가 대신 처리해. 미스터 네로, 전 세계 어디를 뒤져도 당신을 대신할 사람은 없어요. 그럼 한 시간 뒤에. 現代アート界に彗星のごとく現れた韓国人画家ネロパーク。その洗練された作品の数々は世界中のキュレーターやコレクターに高い評価を受け、世界各国の美術賞を総なめにしました。そのネロの日本初となる展覧会がロイヤルビクトリーホテルのギャラリーにて開催されます。日本の皆さん、聞いてくださいね。え、태훈아。저 사람 너랑 진짜 많이 닮았다. 무슨 현대미술 하는데? 현대미술? 현대차의 그림이라도 그리는 거야? 응. 아, 저거 말이야? 아니, 저건 이타샤. 이타샤? 아, 맞다. 야, 나 오늘 아케하바라에 후에 가거든. 너 오늘 뭐하냐? I love 온센! 야, 할아버지냐? 뭐 온천이 그렇게 좋아해. 너 온센 노 라이프! 먼저 문화청 예술제 시상식, 그리고 호텔이 구매한 작품의 전시 상태도 확인해야 되고요. 아, 저녁엔 리셉션 파티도 있어요. 메인 이벤트는 방송국 카메라 앞에서 하는 라이브 페인팅. 그것도 해야 되고. 너 되게 웃긴다. 누가 그거 한대? 네로. 편하게 부르지 마. 혜원 씨, 본인 분수를 좀 아셔야죠. 죄송합니다. 오늘까지 뽑아낸 표절 리스트입니다. 어, 작가 찾아서 고소해. 미스터 네로. 당신의 그림이 이렇게 표절당하고 있어요. 그게 무슨 의미인지 알아요? 당신의 작품을 사랑하는 팬들이 전 세계에 있다는 거예요. 예술도 모르는 아마추어 자식들. 내 그림이 무슨 가치가 있다고. 미스터 네로,
당신은 최고의 크리에이터이고. 닥쳐! 아, 오늘 나 아까 좀 무서웠는데. 고생했어. 감독さんは 写真を上に使ってって冗談で言ったのに 本当にこんな日が来るなんて。 そりゃ、 おかみさん いつも血圧もテンション高かったけど 脳血で眠ったままいっちゃうなんて。 きっと最高にハッピーな夢見て興奮しちゃったんだよ。 ね? そう思う? ね? たとえ夢でも イケメンに囲まれて死んでいけるなら幸せじゃない。 私もそんな最後を迎えた。 かおりちゃん、お茶。ところでかおりちゃん、この旅館どうしよう。うん、どうしよう。かおりちゃんのお父さん、かおりちゃんが生まれてすぐ亡くなったでしょ。それからおかみさん女で一つでこの旅館切り盛りしてきたのよ。借金まみれだけど おかみさんにとっては大事な大事な旅館なの分かるでしょ。でも私には女将なんて無理だし、それに花屋の仕事もあるしさ。花屋ったってバイトでしょ。かおりちゃん、ここ飛び出して何年経った？高校を出てすぐだから。でも10年も経ってないし、私いつか自分の店を持ちたいと思って頑張ってきたんだよ。そろそろいいんじゃないの。 でも、そうよね。かおりちゃん敬語もろくに使えないしね。うん、やっぱり畳むしかないのか。かな。畳むにしても予約分はキャンセルできないわ。 しばらく2人で頑張るわよ。 2人? え? 私? みんなおかみさんのことでヘトヘトなのよ。少し休ませてあげないと。さあ、休んでる暇ないわよ。さあ、と、よし。え、今から? かおりちゃん、ほら、早く。 私がここで働かなきゃいけないの。あ、まだまだやれるぞ。生き返れ。お、さすが。大したもんね。何？やだ、ちょっとかおりちゃん、何やってんのよ。うわうわうわ、濡れちゃう濡れちゃう。え、濡れちゃうわ。もうちょっと服からこれ持ってて。 あ、もうやだ。これお父さんの？おかみさん、よく言ってたわ。ゴッホも死んでから評価されたって。だからうちの人もきっとって。これが？うん。でも改めてよく見てみると、ないな、これはない。うん、ない、意味不明。ないな、これはない。うん。
そうだ、私買い出しに行ってくるから、かおりちゃんお風呂掃除お願いね。え、お風呂すぐ借りるからよろしく。お風呂も？あー、天国天国、極楽極楽。え？おう！おう！よじゃが。そういう時は、あー極楽極楽って言うのよ。はい。あ、ごめんな、ごめんなさい。もうお風呂出ます。지금 어디 있는 거야? 스케줄 전부 취소해. 느긋하게 온천이 나을 거야. 그게 무슨 말이야? 그게 말이 되는 소린 줄 알아? 요카타. 이키테타. 고객상 괜찮아? 기억 소실이 나지 않아? 이름과 직업을 말해. 아, 윤대원. 대학생이고 집은 전파상을 하고요. 취미는 온천여행. 여자친구는 없어요. 뭔 얘기를 할까 모르겠어요. 일본어로 얘기해. 아, 저 윤대원. 학생입니다. 집가와 땡키야. 취미와 온천 메구리. 彼女は…よかった、それだけ喋れれば大丈夫だね。うん。え、僕、僕のパンツは？あ、お客さんが忘れてたものだけどさ、ちゃんと洗ってるから安心して。何？見た？あ、見たよ。No！ なぜ？大丈夫、大丈夫。旅館の娘だし、男の裸なんて見られてるから。至って普通だったよ。普通言わないで！ごめんごめん。石鹸置きっぱなしにしてた。私が悪かった。危うく本当に極楽送りするところだったね。お詫びに治るまでゆっくり泊まってってよ。どうせ休みだし。本当ですか？念のためここに連絡先だけ書いて。私は香織。あ、香織さん。あ、香織。韓国語で香織はエイです。まだ違うよ。あ、いい香織の香織。아향기향기って言うんだ。はい。じゃあゆっくり寝てって。あとでラーメンでも一緒に食べに行こう。おごるよ。대박무한온천이다。
대호! 난데? いつの間に着替えたの? あれ?なんかかっこよくなってる? 뭐야? 내 팬이야? 寝てなきゃダメじゃん。立花清に会いたい。お父さん知ってるの? とっくの昔に死んだけど。 その絵が気に入ったならいいよ、あげる。私にはさっぱり。ほら、早く戻ってよ。 貸し切りだ。 어? 오! 나야? 나야? 나랑 얼굴이 똑같네? 눈도 코도 이쁘대. 오! 한국 사람이에요? 저도요! 너 설마 나 좋아해서 나랑 똑같이 얼굴 성형한 거야? 뭐래? 아닌데요? 누구세요? 나 내로박이야. 나 몰라? 예, 몰라요. 뭐 우리 뭐 만난 적 있어요? 형, 잠깐 일어나봐. 아, 왜요? 아, 벗었는데! すいません. 아, 미사일! 여기 있었어요? 뭐 하는 거였어? 아, 왜, 왜, 뭐? 잠깐만요. 저, 죄송한데 저는... 아니, 오! 어? 빨리 들어오세요. 원청도 좋지만 당신한테는 이게 더 잘 어울려요. 아, 내일부터 바빠지는데 필요를 싹 걷어내야죠. 자, 빨리. 아, 저 아니에요. 저 아니라니까요? 아, 뭐가 아니라는 거야? 아니요. 저 죄송합니다. 아, 뭐가 아니라는 거야? 저 윤대원이라고 합니다. 좀 아까 네로라는 사람이랑 부탁받고 바꿨어요. 뭐? 아니, 1,000만 원 준다고 그래가지고. 키 몇이야? 178. 진짜야? 이름은? 윤대원. 이호. 그리고 이거. 명아 씨한테 돌려주라 그랬어요. 진짜 내려가 이걸? 근데 이거 지금 농담이죠? 금방 돌아오죠? 아니, 안 돌아와요? 너 일본어 할 줄 알아? 촌도답게. 잘하네. 잘됐다. 할 수 없지 뭐. 그래, 잘 부탁해요, 대원 씨. 오늘 못 잘 것 같아. 예? 수고하시, 수고하시. 가오리장 많이 못 잡댔노요. 야는 것도 안 맞아. 어? 저 타이프. 가오리장, 나네 코너 이케메. 어? そして札束? やだ、おでっち 何なのでよ、このお金。 何度も言わせるな。立花清の絵は俺が買い取る。まだあるか。 本気で言ってんの? 金ならある。 かおりちゃん、これって
じゃない。何あれって、おかみさんが言ってた死んでから評価されるってやつ。合法的な。そうよ、ついに来たのよ。他の絵も持ってこい。でもさ、早く。あ、はい、喜んで。ちょっと待ってよ。それはね、ね、ちょっとまず誕生日に回してみて、回して誕生日かな、違うかな。あきっぽ金庫なのに、うん、どこの鍵だろう。さ、あれ画集じゃない、これも売れるわよ。お父さん、歌集なんか出してたんだ。よっしゃ。実は結構有名な画家だったのかな。なんだ、お母さんの自費出版か。あ、1992年。私が生まれた年だ。かおりちゃん、この鍵絶対怪しい。他の絵もここにしまってあったりして。よし、何としても探し出すわよ。売ったら旅館の借金返せちゃうかも。かも。うーん、なんかよくわかんないけど、うん、どうせよくわかんないだし売っちゃおうか。売っちゃおう。借金をおさらばだ。아니야몇번말해야알겠니내로는그렇게자신감없이걷지않아더당당하게허리피고자허리피고다시땅보지마땅보지마땅보지마아저허리펴고앞에어디보고있어제작품은우연을필연으로바꾼것뿐이고더재수없게느끼하게말하라니까여기자다시제작품은제작품우연제작품은제작품은우연을필요로한것뿐이고 이그림의제목은제목아니야고독자다음이거절망이요너바보니하나도못외웠네어절망은이거이거는희망이야아니근데제가보기엔그거다벽에얼룩진것처럼보이는데요이말알겠는데일단다외워그리고사람들이뭘물어봐도당신이느낀것이전부입니다라거나모든대답은그림속에있습니다라거나그렇게말하면돼어하여튼추상적이고미스터리어스하고철학적으로그렇게말하면되니까알겠지어힘들어아이씨집에가고싶어이씨에내말좀들어요시요시다쇼브다쇼브かおりちゃん、この戦いだけは負けるわけにはいかないの。見なかったことにするわね。し、し、
落ち着く。 あ、そうだ。 他の場所も探してみたんだけどダメ、全然見当たらない。 やっぱりさっきの鍵が怪しいわね。 あ、これ。 うわ、うわ。 見つけまして。 これ。 ね、ほら、これ。 全部書いとる。 500でどうだ。 あ、でも。 やっぱ一冊貸してもらっていい？ それ、私が生まれた年に作ったの。 一冊は持ってたい。 ダメだ。 なんで？ 全部だ。 なんでそんな絵がいいの？ もう？ ひょっとしてお父さんの隠し子？ あの、ひげがくるっぱしにゃ。 そういえば、どことなく面影が。 鼻の形とかクリソツ。 やっぱり！ だからお父さんの絵を全部。 니들 바보 아니니？ 今まで寂しい思いをさせてごめんね。 香織お姉ちゃんと呼んでいいよ。 話。 俺は絵を描いたい、それだけだ。 え？ そうなの？ まあ確かによく見てみると全然似てないわ。 だって香織ちゃんのお父さん全然イケメンじゃなかったし。 確かに。 あ、あとこれね。 どこに絵がしまってあるのか分かんないんだけど。 また見つかったら言うね。 じゃあこれだけ。 いや、なんでな。 すぐ近くにね、 濃厚な味の美味しいラーメン屋さんがあるのよ。 明日一緒に濃厚なランチどう？ 決まり？ じゃあ約束。 あ、割り勘ね。 너까지 가버리려고? 죄송해요. 역시 전 안 될 것 같아요. 못해요. 돈도 필요 없습니다. 1억 더 줄게. 죄송해요. 안 될 것 같아요. 신세 많이 졌습니다. 잠깐만. 지금 너까지 사라지면 곤란해. 너밖에 없어. 부탁이야. 네가 필요해. 많은 사람들이 올 거야. 그런데 내려가 없는 건 말이 안 되잖아. 팬을 실망시킬 순 없거든. 그렇게 많은 사람들이 필요로 한다니 부럽네요. 저희 집은 전파상을 해요. 아니 뭐 그렇다고 제가 그거 물려받는 건 아니고. 별 생각 없이 일본에 와서 별 생각 없이 전기공학을 공부하고 있어요. 그래서 부모님도 안심하고 저 여기 보내주셨는데 금방 졸업할 때가 돼버린 거예요. 주변은 다 취업도 됐는데 저만. 여자친구는 없어? 있겠어요? 왜? 내려랑 얼굴이 똑같은데? 얼굴이 똑같아도
전 가진 게 없거든요. 심지어 하고 싶은 것도 없고 절 필요로 하는 것도 없는 것 같고 그래서 더더욱 제가 필요하다고 해줘서 그게 누군가의 대신이라고 해도 굉장히 기뻐요. 고마워요. 그래. 나도 나를 필요로 해주던 곳이 없어서 네 마음 잘 알 것 같아. 명아 씨는 그럴 리가 없어요. 적어도 지금의 저한테 명아 씨가 꼭 필요해요. 고마워. 네가 내려였으면 좋을 텐데. よろしくお願いします。あ、はい。あの子ちょっと体が弱いらしくてね、静養も兼ねて毎年おじいちゃんとこの時期になると遊びに来てくれるのよ。そうなんだ。 성공이네요. 보여주고 싶었어. 네로에게도. 같은 걸 그 거지식한 교수님이 허락하시겠어? 한국을 대표하는 현대 미술 작가란 말이야. 그건 알지. 게다가 튤립이라니. 알려주면 너 죽음일걸? 꿈이었어. 나 어렸을 때 꽤 오랫동안 입원했었거든. 가슴에 수술 자국 있는 거 너도 알지? 병원이라는 데가 말이야, 정말 다 하얗고 색깔이 없어서 무지 심심한 곳이거든. 항상 화단에 피던 튤립을 보면서 위로를 받았었다. 그래서 이 컬러풀한 튤립 그림을 입원했던 병원에 기증하는 게 내 꿈이야. 그래도 모두에게 웃음을 주고 싶어. 내가 이 꽃을 보면서 건강해졌으니까. 좋아. 할 수 없지 뭐. 내가 모델해줄게. 미인과 출입이면 교수님도 용서해주시지 않겠어? 아니, 불순물은 섞기 싫은데? 야, 뭐야, 불순물이라니. 튤립스 스키라노? 난 장미가 좋아.
ビール持ってきました。君映画好きなの？もしかして画家になりたかったりするの？うん。そっか、上手だね。私君の絵好きだな。あれ、そういえばおじいちゃんは？あれ、すみませんね。いや、長居してたら眠くなっちまって。 100% 死んでると思った。いや、それにしても娘さんですか。道理で美しいわけだ。どうも。3年前にね、妻が亡くなった年に初めて孫とここに来てね、その時おかみさんにとってもよくしてもらって。聞けばおかみさんも未亡人だとか。おかみさんと毎年銀行へデートするのが生きがいでね、なんていうのかな、この気持ち、恋っていうのかな、恋。今年もね、楽しみにやってきたけど、風邪で寝込んでるなら仕方ないね。いや、孫もね、私はこのではないけど、死んだなんて。毎年ここに来るのが楽しみでね、ここだとうちより絵がのんびり描けるって。いや、私も孫もこの旅館が大好きなんですよ。ありがとうございます。お茶ゆっくり食べてね。この干物濃厚な味がするでしょう。私ね、濃厚。おはよう。いい家でしょ。この子ね、画家になりたいんだって。諦めろ。何すんのよ、一生懸命描いた絵なんだよ。無理だ。偉そうに何様よ。私は好きだよ、この絵。絵が好きか。好きなだけじゃダメだ、諦めろ。秋光くん、気にしないでね。日本語って難しいのよ。彼イケメンでしょ。君はまだわからないかもしれないけど、イケメンは正義など、そういうことになってんの。これ世界共通ね。ほい、お部屋戻ろう。よいしょ、いいか。お部屋でおじいちゃんが待ってるぞ。なんであんなこと言うの。本当のことだ。
이 아틀리에는 초등학생이 있었나 보구만. 전통이 있는 이 대학에서 이런 대중적이고 세속적인 작품을 제작하는 것은 허용할 수가 없어. 하지만 교수님, 이건 남흥이가 늘 그리고 싶었던 모티브고요. 당장 그만둬. 아님 학점은 없어. 학점 안 주시면 남흥이 장학금이. 명아. 괜찮아. 알겠습니다, 교수님. 바로 다른 작품도 작업하겠습니다. 이건 제가 집으로 가져가서. 안 돼, 중단이다! 이런 유치한 것을 그리는 인간은 이 대학의 수치다! 여기서 나가든지 당장 작업 중단하고 다른 작품을 제출해! 알았나? 알겠습니다. 센자나이 가게와 가꾼다. 응. 아んたって 진짜 いいやつなのかもね. 바보 아니야. 내가 좋은 사람이겠어. 나한테 있다노. 아, 우리가 최고의 이야츠다요. 야메테요 스케베. 서울도 禁止. 이 가오리 피우는 향기. 소 A잖아요 호노 향기네. 여보. 하이. 하이. 죄송합니다. 하이. 恋人か。そんなわけないでしょ。花屋の店長。週明けに店に戻らないと私クビだって。私花が好きだから花屋になりたくてさ。でも好きなだけじゃダメなんだよね。私のお母さんさ、いつも好きなことやれって応援してくれてたんだよね。 だから, この旅館を飛び出して花屋になろうって。だけど、このままここ潰しちゃっていいのかなとか、お母さん悲しむよなとか考えちゃって。ああ、ごめん。あんたにこんなこと言っても仕方ないよね。ごめん、忘れて。 橘 清よ 知りたい。 あ、ごめん。私も記憶にないんだよ。ただ絵が大好きで、いろんな国に行ったきり帰ってこなくて。小さい頃お母さんが言ってた。お父さんはずっと探し物をしてるって。 自分の才能がどこにあるのか、ずっと探してるって。で、見つけられないまま外国で死んじゃった。バカだよね。でも、レオンに気に入ってもらえて、きっとお父さんもお母さんも喜んでるよ。ありがとう。
やっぱあんたって悪いやつじゃなさそうだし、お金はいらないよ。絵も画集もあげる。その方がきっと二人も喜ぶと思うから。아니틀렸어난네가생각하는것만큼좋은사람이아니야난또있다너내일라이브페인팅은오른손다쳤다고둘러대고토크이벤트로바꿨어아죄송해요연습을하긴했는데아すいませんお祝いのチューリップの花ここでいいですか아はいお願いします적것은안돼버려왜요저거팬이보낸선물이잖아요내로는잔미가아니면안돼아그래도가짜가참견하지마미안말을너무심하게했네하지만튤립은안돼착하고마음이약하고유치하고그런인간은이세계에서살아남을수가없어내로가가장잘아는사실이야튤립을버리고자미빛인생을손에넣었어아니내가버리게했는지도몰라그러니까나는네로랑같이끝까지갈생각이야
お前、名前は？秋光、明るい光。明るい光。名前は？俺はデウォンだよ。デウォン？ねえデウォン、来年もまたここで絵を教えてくれる？待ってるよ。来年もこの場所で君の絵見せて。いつでもここで待ってるから。내로오늘도손님이다들어오지못할정도였어다들내로의작품을사랑해주는사람들이야내로의고독과고통나도이해하고있다고생각해현대미술이지겨워졌다면또작품스타일을바꿔보면어떨까우리에겐아직많은가능성이남아있어부탁이야돌아와어이없지제가열심히할게요명아씨한테네로씨가얼마나필요한사람인지알았어요저는가짜지만열심히해서네로박이되어볼게요대현아너진짜재밌는사람이다그래ではこれよりねろパーク展開を記念しましてミスターネロによるライブペインティングを行います。もすごい、ライブペインティング中止のはずですよね。聞いてないですけど。뭐야킨사람との연락이제대로안됐나봐어떡하지친구랑어필해서잘넘겨봐할수있지아니근데손님들지금다기다리잖아요그대와미스터내가오네가있어야너뭐할건데지금이게할수밖에없잖아요お世話様でした。来年も必ず来ますからね。来年も必ず来ますよ。ね。ありがとうございます。お車。はい。駅までお世話になりました。お気をつけて。ありがとうございました。バイバイ。さよなら。気をつけて。ああ、最後まで言えなかったな。あのおじいちゃんにお母さんのこと。え、私言っちゃったわよ。え、言っちゃったの？だって恋してたんだよ、お母さんに。いいんじゃないの？同じような顔したのがここにいるんだから、若い方がいいに決まってるでしょう。あれは恋する瞳よ。え？なんかショックなんだけど。
どうしたの、デロ。いいのか。何が？来年もここで待ってるって。やっぱ思った。ついつい口走っちゃった。でもあの子を笑顔にしてあげたくてさ。これ。あれ？デオン。デオンだよ。200人以上のファンが固唾を飲んで見守る中、日本ならではのある文化をモチーフに、メロが見事なアート作品を完成させました。大好きな日本の温泉がモチーフです。さすが天才ネロパーク。このロビーが一新にして芸術的アトリエに変貌を遂げました。温泉マークというシンプルなモチーフすらも屋上のアート作品に変化させてしまった。デオンだよね。あれ、いつ、え、なんで、ねえ、デオン、どういうこと。抽象的、衝動的ともいえる現代アートを発表してきたネロパークでしたが、これまでの画風を捨て、ネロっていうか、なんでお父さんの絵が出てるの。俺はデオンじゃない。あいつがデオン。入れ替わった。何それ？何の話？カオリ、頼みがある。俺は東京へ連れてってくれ。선배태원아정말잘했어그그림을1억에사겠대 아니믿을수가없어아니어떻게그런그림을무슨소리야네그림을보고마음이움직인사람이있었다는거잖아정말요 그렇다니까너그냥네로컴퍼니에취직안할래가짜네로로말인가요가짜지만넌이제훌륭한진짜야진짜넌이제아무것도가진게없는인간이아니야영호씨이제아무걱정하지마요아아아유죄송해요제가기분이너무좋았나봐요어밑에기자가와있는데요기자取材なら明日にしてください。現代ジャーナルの衣笠と申します。実はミスターネロの作品が盗作だという情報が入ったんですが。はい、これがうちの編集部に届いた立花清という画家の画集です。そっくりですよね。確かによく似てますが、この方が盗作したんじゃないですか。近頃うちも作品の盗作乱用で困ってるんです。しかしこの画集は26年も前に出されてるんです。え？ミスターネロ、盗作は本当なんですか。
この件については後日また説明します。ミスターネロ、説明お願いします。ミスターネロ、立花清らんの茶々は夫の髪を刺さらんと膝ずるぼたかえり。ちょ、教授らに信じられない。ここはどこなの？っていうか、あんた本当にデオンじゃないの？お父さんの絵、ああもう頭パニック。ちょっと何やってるんですか？関係者以外立ち入り禁止ですよ。ミスターネロ、どうされましたか？展示の順番を変えたいんだ。スタッフを何人か呼んでくれ。はい、すぐに。もしもし。作品が消えた？ネロ先生が運び出して、それきり。で、これどこに持ってくつもり？海。海。내가 메스콤한테 보냈어. 뭐? 명아야, 난 쭉 가짜였어. 그렇게 만든 건 나야. 그 시절로 돌아가고 싶어. 둘이서 그림 그리던 그때로. 괜찮아, 내가 어떻게 해줄게. 지금까지도 그랬잖아. 이번에도. 이제 끝내고 싶어, 가짜인 나를. 잘 있어, 명아. 잠깐만, 네 맘대로 끝내지 마. 내로를 만든 건 나라고. 사랑해. 대쇼부? 오레와 타치바나 키요시노예요. 도사고 싶다. 도사? 미안해, 돈 못 보내서. 엄마, 내가 더 미안해요. 내가 대학 포기하고 일하면 좀 더 편해질 텐데. 그게 무슨 말이니? 넌 그림에 재능이 있잖아. 엄마 일하러 가야 돼서 끊어야 되겠다. 아, 일하러 간다고? 밤에도 일해? 그러다 몸 상해요. 아이고, 엄마 걱정은 안 해도 되니까 네가 좋아하는 그림 마음껏 그려봐. 힘내야 돼. 알았어. 응, 그래. 응. 이제 좋아하는 그림 못 그려. 대체 뭘 그려야 될지도 모르겠어.
俺は四五に分かった。立花教授の絵の価値が。だから遠ざこした。ずっと謝りたかった。でも立花教授は死んでいた。ほっとした。そして絶望した。またネロパークを続けなければならない。俺を憎むか。憎む、よくわかんないけどさ、つまりお父さんの絵が世界で認められてたってことでしょ。それはそれで嬉しいっていうか。あんたのやったことはまずいけどさ、お父さんもお母さんも知ったら喜んだだろうなって。次はもう盗んじゃダメだよ。혹시너바보맞지고마워비밀한게아가씨나니난뒤따는ああ、喉が渇いた。コーヒー買ってきてくれ。はあ、もうどこまでこき使う気。はい。レオン、わかる？私香織、大変なの。어엄마미안해이렇게늦게남영아무슨일이야무슨일있었어엄마나
나 상 받았어요. 정말이야? 축하해 남영아. 난 우리 아들 잘할 거라고 믿고 있었어. 정말 축하해. 엄마 너무 행복하다. 남영아. 옛날 그림 꺼내서 뭐해? 명아야, 넌 내 그림이 좋아? 당연하지. 내가 좋아? 어. 이 그림도 너도 사랑해. 착하고 마음 약하고 튤립을 너무 좋아하는 유치한 남영이는 이 세계에서 싸울 수가 없어. 영아야, 네가 내 이름을 새로 좀 지어줘. 이 바닥에서 천하를 거머쥘 이름을 내가 생각해줄게. 네로는 어때? 네로? 폭군 네로. 장미에 미친 폭군 네로. 싶은데 죽을 용기조차 없어. 내 남은 돈 전부 줄 테니까 그냥 너로 살게 해주라. 원래 나로 돌아가는 것도 죽어도 싫어. 그냥 이렇게 한가하고
마음 편한 학생으로 그렇게 살게 해줘. 아무런 재능도 없고 하고 싶은 것도 없고 이 세상 그 누구도 날 필요로 하지 않는 그런 내가 되고 싶다고? 웃기지 마! 명아 씨가 얼마나 걱정한 줄 알아? 명아 씨, 네가 필요하고 너 아니면 안 되고 너에게 꼭 필요한 존재가 되려는 걸 넌 왜 모르는 건데? 난 너랑 달라. 도망 안 갈 거고 지금부터도 별 볼 일 없는 나로 살 거야. 대원아, 미안하게 됐다. 아니에요. 제가 말을 너무 심하게 했어요. 거기다 가짜긴 했지만 꽤 즐거웠어요. 바보, 넌 그냥 가짜가 아니라 가짜의 가짜였거든? 즐거웠다고 했던 건 거짓말이에요. 누군가의 가짜로는 뭘 해도 즐겁지가 않죠. 그래, 나도 이번에야말로 진짜가 되고 싶어. 저도요. これって私？ああ、愛する人のために書いた絵だ。大好きだな、この絵。お父さん、こんな絵も描けたんだ。お母さん、よかったね。お父さんの才能、ここにもあったよ。
나한테 실망했지. 나는 정말 보는 눈이 없나 봐. 하지만 말이야, 어떤 작품이라도 이 그림이면 세계 제일이라고 지금도 생각해. 내가 너무 바보라 실망했지? 考えてたんですけど、僕の好きなもの、やっぱり温泉しかないんです。あ、でも好きなだけじゃダメなんです。僕はその先の誰かを幸せにしたいと思ったんです。だから、ここで働かせてください。合格！あ、やった！でも、なんで花売ってるんですか？なんでって、旅館も花も好きだから。両方じゃダメ？いえ、僕、花も大好きです。てよー！うわー！会いたかった！やった！久しぶり久しぶり！いや、今度こそ濃厚なら自給自足で。すみません。え？誰ですか？誰って何ですか？はじめまして。え？何？てよー！助けてください。やってよー！すみません。ネロ。그이름부르지말라니까미안버릇이됐네이거사왔어없는돈긁어모아서활짝폈으니까빨리안그리면꽃잎이떨어질거야몰랐어활짝핀튤립이이렇게예쁘더니정말장미만큼예뻐苦しんでいた君の壁だから
乾いてた砂を潤して枯れかけてた瞳には溢れ出す涙拭いた。どこに行っても縛られる世界、君といれば怖くなくなるよ。隠した不思議だ。